毎度読みたい漫画が必ず見つかるアイキーチャンネルのアイキーでございます。本日ご紹介する作品はこちら、七夕の国。いやー、ついに本作ご紹介する時がやってまいりました。本作はですね、全漫画ファンがおすすめする一生に一度は読んでほしい漫画と言われている寄生獣という作品を作った同作者の岩脇先生が描かれました SF ホラーミステリーといった感じの作品でございます。本日ご紹介することになったきっかけなんですけども、なんとこの7月にですね、ディズニープラスで本作実写ドラマ化されております。ディズニープラスご契約の方はもしかしたらすでにご覧になった方もいらっしゃるかと思うんですけども、まさかの20年以上の時を経て実写ドラマ化されております。そういったこともあってですね、今現在話題沸騰中の本作をどんな面白い作品なのかということを今日はご紹介していきたいと思っています。本日はですね、作品のあらすじと作品概要をお話ししてから、作品の見どころとして話のスケールコントロールが秀逸、 SF ミステリーとして怒涛の伏線回収、凡人な主人公だったからこそ出せた答え、愛機的に許せないポイントという流れで作品をレビューしていきたいと思います。ぜひ最後まで楽しんでいてください。動画を見ていただけましたら、チャンネル登録と通知ベルの設定をよろしくお願いします。あらすじ。大学生の南丸陽次、通称南丸は、手を触れることなく物体に穴を開けることができるという本物の超能力を持っていたのだった。しかしその超能力は強力なわけでも派手なわけでもなく、すごく小さい穴を開けるだけで、正直全く何の役にも立ってない能力だったのだ。実際超能力を開拓するサークルのサークル長をやっている主人公だが、他の学生からも就職どうすんだよと呆れられていたのだった。そんなある日、南丸を呼び出していた丸神という教授が大学から失踪してしまう。なんとその丸神教授は南丸と同じ超能力に目覚めていたという噂を聞き、事の真相や超能力について気になる南丸は、丸神ゼミの講師や研究生たちと共に教授が向かったとされる丸神の里へと向かうことになる。目的地の丸川町に着いた面々は、失踪した教授について聞き込みを開始するも、びっくりするぐらい塩対応されてしまう。そんな中、南丸は実はもともと丸川町出身の家系であることが判明し、一転盛大に歓迎される。あまりの怪しい対応に困惑するメンバーたち。偶然出会った東丸幸子という女性に、南丸は自身の能力が手が届くものという特別な存在であることを告げられる。この町には代々特別な力を持った手の届くものと何かを見たことがある窓を開いたものが存在し、手が届くものはごく少数の限られた家系にしか発現しない能力だったのだ。同時期、丸川町では丸くえぐり取られた死体が発見され、事件となっていた。手が届くものである主人公、窓を開いた者たちが見ている世界、誰一人想像もできないような世界を巻き込む SF ホラーミステリーが今始まる。いやー、すんごいねこれ。本作は合計たった4巻というかなりコンパクトにまとまった作品なんですけども、4巻とは思えないストーリー構成とバランスで、最後までドキドキしながら一気読みできてしまうような作品です。岩脇先生の作品なんですけども、先生の大平和作といえばやはりこれ、寄生獣。この寄生獣はですね、漫画好きに何か漫画をおすすめしてと言ったら、必ずおすすめリストに上がってくるような絶対一生に一度は読んでほしい超名作漫画なんですね。そんな寄生獣という作品を見出した岩脇先生の作品の中でも、この寄生獣と双璧をなすと言われている作品がこの本作、七夕の国でございます。そしてまさかのね、実写ドラマ化がディズニープラス独占配信というね、今年の7月にね放送が開始されてまして、その影響もあって今まさに話題沸騰中といった作品でございます。作品の内容としてはですね、電気物の SF ホラーミステリーといった感じのジャンルでございまして、まあホラーと入ってるんですけども、直接的なねホラー漫画のような演出が入ってるわけではなくてですね、まあこのことの原因というかね、真相にまあちょっとホラーっぽい演出が入っているかなといったイメージの作品です。まあなのでホラーが苦手という方も特に気にせずに読んでもらえる作品じゃないかなと思います。まあ本作
作だけのね話じゃないんですけど、この岩脇先生はですね、作品のスケールコントロールが非常に上手です。この話のスケールっていうのは広すぎると読者がついてこれなくなったりとか、もう広げた風呂敷を最後畳むことができなくなったりしてしまいますし、逆にスケールがちっちゃいと読者の興味を引きにくいようなお話になってしまったりしますよね。そんなバランスの中でね、漫画とかね映像作品っていうのは生み出されていくんですけども、そのねバランスコントロールが本当に上手で、まあ、特にこの本作はですね、読者に見せる範囲、見せる順番、見せる量、それらがねもう完璧にコントロールされてるわけですよ。あらすじではね言わなかったんですけども、本作はですね実は戦国時代から物語がスタートします。本編の一巻の1話にも満たないぐらいの場面がこの戦国時代の話になるんですけども、そのわずかな間の中にですね、この七夕の国全体を支配するようなテーマだったり謎、伏線っていうのが全て詰まってるんですよ。ただしですね、その伏線はこの最初のプロローグの部分の謎の光と倒れていく軍勢というセンセーショナルな部分によって隠されているわけですね。しかしこのね導入部分が一旦終わると話のスケールは一気にちっちゃくなります。そしてこの小さくなった話のスケールが物語の進行とともに徐々に徐々に徐々にと大きくなっていって、読者を引きつけていくわけですね。この展開の強弱こそが七夕の国の真骨頂といえる部分でございます。1巻から3巻までに散りばめられました謎や伏線の数々をこの4巻で怒涛の勢いで回収していくという、そういった構成になってるんですけど、まずはこの1巻でですね散りばめられた謎っていうのが、まあ、2巻3巻を通して徐々に広がって大きくなっていき、4巻で一気にカタルシスを得るという。じゃあそのね最初の3巻は伏線を張るだけの話なのかというと、実はそうではなくて、この謎の力に目覚めた主人公っていうのがですね、その力を一体何のために使うのかというのが主人公側から見たもう一つのメインテーマとして話が進んでいきます。現代を生きる主人公にとって、このね目覚めたね大いなる力っていうのが一体ね何の役に立つんだということをね問い続けるという、この非常に大きなテーマに立ち向かう主人公という構図が、ある種ですねアメリカンヒーローものの大いなる力には大いなる責任が伴うような展開に見えてきますよね。ですがね、そう見せかけてこの主人公が導き出す答えっていうのは、そういったアメリカンヒーローたちとはまた違ったものとなっていきます。このね主人公ナンマルはですね、当初このね能力に対する答えをずっと出せずにいたわけなんですけども、物語の後半ですね、この力というものをずっと秘匿し続けてきたこの丸川町、丸神の里の人たち、それとですねこの能力の危険さを危惧するね、まあ、政府関係の人たちの間で結構ね一触即発のね緊張感漂う場面がやってきます。両者のね主張が交わらずどうなってしまうのかなという場面で、ここに主人公が言うわけですね。本当珍しい能力ですよね。何かに利用しなければもったいないとも思う。でもそこが注意すべきところで、能力はあくまで手段に役立てることであり、道具なのであって目的そのものではない。そんなものに人間様が振り回されてちゃいかんよ、てなことを言っていくわけですよ。このね主人公はね、最初からねいかにこの自分の力というものをポジティブに世の中に生かすことができるのかっていう一点のみにフォーカスして考えていくわけなんです。まあめちゃくちゃポジティブ人間なんですよね。だからこそね、こんな重大なね世界を巻き込むような事態になった時に、案外確信をつくような発言ができるのかもしれないですね。まあ、さっきね言った通り、この主人公はね一貫して最初からポジティブな思考でを持ってこの能力に向き合ってるわけなんですけども、まあだからこそね、この物語の中でですね、彼の考えが多くの人たちの暴走を抑えるきっかけになっていくというわけなんですね。だがしかし言わせてくれよ、おいナンマル、おめえ危機感足りなすぎだろ。最初のこのちっちゃい穴開ける能力の時点で他人を攻撃するに十分なぐらい危険な能力だってことぐらいわかるだろ。にもかかわらず、はるかに自分より強い能力を持ったやつが現れた時にボケっとしすぎやねん。危うく死ぬところだったやろがい。もうちょっと危機感持てよ、まったく。まあそんなことはですね、今日は七夕の国という20年以上の時を経てですね実写ドラマ化された偉大な作品についてレビューさせていただきました。正直アイキーはですねこのドラマまだ見てません。ていうかお前らどうせディズニープラス契約してねえから見ねえだろ。原作漫画買って読むんだぞ。
もう間違いなく数ある漫画たちの中でも最高の一品といえる作品だからね。まあ、近くね、岩城先生の最高傑作寄生獣についてもレビューしていくから、そちらの方もぜひ見てくれよな。いやー、漫画って本当にいいもんですよね。それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。